何のことですかね。はい、1回目なかったという感じで。そう、はい、なかった。そうです、はい。もうボケてるんかなと思いました。ボケてますよ仲のいい先輩がいるみたいですね。そうですね、あの兵庫支部の西山さんはあのよく見てもらってます。どんな先輩ですかね、そうですね、真似してはいけないなと思いますね。下ネタばっかり言ってるし、まあでもボートはちゃんとあのめっちゃ熱心ですごいんですけど、水面じゃなかったらもう全て真似しちゃいけない反面教師の先輩ですね。ちょっと探しに行ってきます行っていいですかね。仲いいって思われるからちょっとじゃじゃバラバラな今の流れは、うん、僕が西山さんによくしてもらってるっていう手で、うん、手でじゃないですか西山よくしてもらってるん で、うんうん、で西山さんの印象聞かれてかっこよくて、下ネタばっかり言ってるし僕熱心で、水面じゃなかったらもう全て真似しちゃいけないいい先輩ですっていうふうになるほど言ってます。はい、反面教師の先輩です。すごいいい匂いしますね。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。多分僕だと思うんですけど、あ、こっちこっちですさっきそんなん言われなかったんですけど、僕しなかったですか。じゃあ、じゃあいや臭い、綺麗好きみたいになるんで。綺麗好きって聞いたんですけど、あ、そうなんですか。結構元潔癖症なんで、はい、元です。元です。今は西山さんのエピソードがある。一つあるんですけど、西山さん潔癖症で、潔癖症っていうんですかね、あの清潔にしたい感じで、お風呂体洗って出るまでのドアをまず水で濡らして、脱衣所は絶対こうやって歩くんですよちょっとおかしくないですか。お風呂出るときドアノブを濡らしたりするそうですね、脱衣所は基本つま先です昨日もあのつま先歩くところタオルこう今節は僕あの西山さんの通るところにこうタオル引かされる役をしてるんですけどレッドカーペットみたいなオレンジなんですけど、まだレッドにはなれないですね西山さん今度言ったら怒られますよちょっとして聞かせるんですか、怖いね。いやいや、そんな、なんか気を利かして聞いてくれるんですよ。なるほど、かわいい後輩です。もっと、そういうの。あとはもうね、トイレとかのスリッパを誰も見てないところで揃えたりするんです。ここちゃんと使ってください。絶対カットしないでください。ちらっと見たら、うわ、いつも揃えてるの大盛りなんやと思って。そう、いいことあるわと思って。ありがとうございます。じゃあそんなね、仲のいい2人で、はい、最後ちょっと勝ち釜って言いながら何か決めポーズをしてもらうっていうのがこのチャンネルの定番なんですけど、ちょっと何か決めポーズしてもらえたら。決めポーズどうしますか。最悪あのモザイク入ります。モザイクモザイクありなやつある。いや、なしで。なし、はい、だって親見るんやろ。それやったら、はい、ケンスカさん勝っちゃったしな。あ、それでいきますか。せーの、勝ち駒。よし、決まりました。それ何のポーズですか。師匠が今節途中帰郷してしまったんで、あの悲しいですっていうポーズをあの考えてもらってたんで、はい、いや、ポーズ昨日から、はい、なんかポーズどないしようとか言っててでもずっと寂しい言ってたんですよ、部屋で一人で。健介さん帰っちゃって寂しいな、これやなって言ってたんで、はい、PM で。そうです、そうです、はい、面白さより可愛さで勝負したね。可愛さがないって言ってた